まあ食べられるつもりはないからね。こんな近くなんだ、生贄の祭壇。なんか不滅のあなたを思い出した。あ、来る。意外とあそこのレベル上げ、自分でさせられるレベル上げ大変だったから。あ、暴れ狛犬だ。来た。カメレオンマン、カメレオンマン、名前かわいいな。どうしようか。とりあえず暴れ狛犬、暴れ狛犬、あ、呪文でルカニをこっちにつけるか。痛い。頑張れ。2月でやれないね。やれるかと思ったけど、やめて。このブライがね、回復呪文とか持ってたらいいんだけど、ブライはもうほんとラリホーとかしか使えないんだよね。ホイミ回復した。頑張れ。ルカに使ってるから、あとはもう畳みかけるしかない。ホイミやめてくれ。いけるか。ブライの攻撃は弱すぎるんだよね。じゃあヒャド使おう。ヒャド、もう一気にドンドンドンって入れるしかないね。効かないのかい。あとは眠らせるか。効かないと思うんだよね、こういうボス系。やめて。やったわ。やったぞ。オッケー、レベル上がるね。よかったよかった。意外と大丈夫だった。ホイミを一回も使わないってことは余裕ですよ多分。終わり。怪物をやっつけたという知らせは瞬く間に村中に広がった。そして夜が明けた。よかったね、ニーナ。感謝の言葉を聞かせてください。まさか本当にあの怪物を倒してしまわれるとは。全く驚きましたぞ。あなた方は私の娘を、いや、この村を救ってくださった。道具屋の主人も元のように商売をやり始めたし、この天辺の村も生き返ります。何もない村ですが、道具屋で売る品々はきっと旅のお役に立つことでしょう。本当にありがとうございました。いいものがあるってこと。もう怪物はいなくなったんだよね。わーいわーい。そうだよ、また新たな手が来そうだけど。死んだ私の娘もようやく安らかに眠れることでしょう。そうだね、かわいそうだね。あの狛犬にやられてるんだったら、なんかむしゃむしゃされてそうだな。ここがニーナさんの家だね。あれ、いなくなってる。あれ、どこ行ったん。二人で宿でも泊まってるか。あれ、人いない。あ、ここに帰ってきたのか。私たち結婚するんです。よかったね。このご恩は一生忘れません。もう諦めていましたのに、お礼の言葉もございません。ありがとうございました。助からなかった人のことも忘れないでね。じゃあここの商売の人、いいもの持ってるって言ってたな。村に活気が戻ったわ。やった。皆さんの輝く笑顔が何より嬉しいですね。これで姫様が調子に乗らないって。よいが、ブツブツ。ありがとうね、ルカニとかラリホーとか。助かってますよ、おじいちゃん。はい、なんかあるかな。クロスボウ、クロスボウいいけど、お金が足りないな。よいしょ。一旦まあお祈りするかな。あ、あっちの扉行けるようになってる。こんにちは。そなたの働き、きっと神様を見ていたことでしょう。ところで、はい、お祈りします。記録します。ちょっとだけモンスターを倒していい武器を買ってきました。ここ多分通り抜けられるっぽいから行ってみたいと思います。次はどこに行くんだろうね。なんか止められないのかな。これで亡くなられた娘さんたちに浮かばれましょう。怪物なんてほんと大したことなかったわね。私が強すぎるのかしら。やれやれ、この年寄りにはちと応えましたわい。はあ、疲れた疲れた。止められません。ああ、そっか、ここか。こっからどうしろって言うんだろう。クロスボウ買いましたけど。この森を抜けて北、この森を北に抜けて海沿いを東に行くとブレノールの町です。
フレノールか、フレノールの町です。どうかお気をつけて。止められないの？一向に本気で止めようとはしないよね。やれやれ、アホ詩人め、余計なことを吹き込んでくれておれって。今度はフレノール東の方に行くのは初めてだわ、楽しみ。今日ちょっと滑舌が悪すぎてすごい動画カットしてます。はい、こっちね、東めっちゃ強いモンスターとかいそうだけど、新しい武器買ったから大丈夫だと思いたい。暴れ牛鳥、なんかキメラみたい、ちょっとかわいそうに感じてしまった。攻撃攻撃、お化けキノコなんか毒とか使ってきそうだから、ラリボーで OK 倒しました。まあなんとかなるか。次もなんかこれかな、どっちだ。この上行って下の洞窟行ってくれって言われる流れかな。おお、メラゴースト、どうしようか、怖いな。とりあえず攻撃でラリフォーをこっちに間に合うといいけど、あ、いやあんまり意味ないな。 OK メラ開始、 OK。おじいちゃんがあのクロスボウ装備できることによって戦闘ちょっと使えるようになりました。人に対して使えるとか言っちゃいけません。一旦街行くか。結構このアリーナチームはレベル上げをすごいしてる。みんなしっかりレベル上げしないとやばい感じがする。ボロボロだな。ガンガン行くぞ。暴れ牛鳥がなんか哀れに見えてしまう。行くぞ。フレノールの街だっけ。うわ、かわいい赤い屋根だ。宿屋のご主人はお姫様たちを大層もてなしたそうじゃ。わしも少しばかりの蓄えをお姫様に差し出そうかの。お、これは私たちのことを言ってる。あんたもお姫様を見に来たのか。この宿屋の2階にいるそうだ。ん、もしかして私の偽物がいるってこと。面白そう。この方は一体何を言ってるのでしょう。無姫が宿屋の2階に。どういうこと。ここはフレノール、今この町にサントハイムのお姫様が来てるの。お姫様たちこの町に何の用かしらね。え、町の皆さんは随分お祭り好きというか明るい方々なんですね。いや大事件でしょ。ふん、お姫様って言うからどんなに綺麗だろうと思ったけど大したことないんだね。おぶちなのか。あ、お姫様とお近づきになりたい。私も見てみたい気持ちはある。ねえ、僕の犬どこに行ったか知らない。知らないよ、探してあげよっか。犬ね、どこの犬がこの子の犬なのかわからないわ。この子猫だもんね。ふにゃー、はい。とりあえず周り見てから突撃するぞ。あ、みんな出て行ってるのか。みんなお姫様を見たくて町として機能してない状態な気がする。はい、一人二人ぐらいさ、いや俺はお姫様なんかに興味ないねっていう人が家にいると思うんだよね。どっかにいるでしょうきっと。いた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 、こんにちは。商売してる。買える？わっ、どんどんいいの売ってるじゃん。でも今お金的に買えないな。言ってやろうじゃないの。誰よ、私の真似してる子は。あれ、二人ともお友がいるなんてさすがお姫様ね。え、あれ、でもこれ私のことじゃないんでしょ。アリーナ姫のことじゃないんだよね。このブライのにじみ出る知性と品の良さは偽物には真似できまいて。ふふん、偽物目の顔を早く拝んでみようではありませんか。行く？大したことないって言ってたからさ。待って、誰が誰だか全然わからん。いや、話してよ、誰か助けて。ん？どういう状況？悪者が女の子を早く助けないと。ああ、はいはいはい、これは一体。うーん、やられた。突然奴らが現れて姫を無理やり。ん？お、姫が、姫が人さらいの手に。どなたかは知らぬが、姫を、姫を助けてくだされ。止まれ、それ以上近づくと姫の命はないぞ。しかしこんな宿屋にまさかお姫様が来ているとはな。よし、者とも行くぞ。あれ、アリーナ姫じゃないよね。さらわれたのが本物のアリーナ姫でなかったのが不幸中の幸いか。
どちらにせよ悪党どもはきつく懲らしめてやらねばなりませんな。どういう状況だろう。もしかしてだけどさ、アリーナ姫がこうやって今脱走してしまったから偽のお姫様をおとりとして作ったとか。じゃないと、あのお姫様も嘘つきだから、なんかよくわかんないよね、今状況が。なんか戦いにはなりそうだな。なんか農作業してるおじいちゃんが、おじいちゃんがじゃない、神父さんが。いけるか、これ私上寄ってないのに気づいた。上ちょっと寄ってから行くか。豊作ですか？あ、なんか落ちてる。行きましょう。どういう状況だったの？そもそも。なんとしたことじゃ、メイが、いや、姫がさらわれてしまった。メイっ子？お前たちどうか姫を助け出してほしい。さすれば褒美は思いのままだ。ん？何を怪訝そうな顔をしておる。無礼であろう。私はお城の、神官？なんかこれ前もコメントで教えてもらった気がするな。そりゃね、この人たちがお姫様本人だから、なんか変な気持ちにはなる。大丈夫ですか？姫様がさらわれたって、なんてことでしょう？おろおろおろ。なんてことなんでしょう、この状況が。あ、キャー大変、お姫様がさらわれたんだって。お姫様のもともなると、悪い奴に狙われちゃうんだね。もう怖い。今頃お姫様は何をされていることか。あ、お姫様、もうびっくりですよ。なんと宿屋にいてお姫様がさらわれてしまったとか。大胆なことをする人もいるもんですね。やっぱ身の代金が目的なのかな。いや、どうなんだろうね。状況が全く読めてないからな、今。あ、こんにちは。頼もしきカムイの死のしもべよ、我が教会にどんなご用じゃない。 いえ、なんかキャベツやってるからなんか忙しいのかなと思って、キャベツ畑にあるメダルを取りたかったんです。こっちはなんだ。こんにちは、ドワーフのおじさんだ。昔この町には黄金の腕輪という宝物があったんだ。しかしその宝があるばっかりに争いが絶えず、ついにその宝を南の洞窟に封印したそうだ。ほう、いずれ行くんだろうね。分かった、ありがたい。10円でもありがたい。じゃあこっち行って、こっちはなんだ。なんかお墓がめっちゃあったけど、せい。 あれ、あ、この洞窟に結局連れて行かれてるのかな。うわ、やめて。ほぼ眠らん、やばい。強い、みんな。これ死にそう、死んだ。逃げよう。地道にレベル上げしていくのか。頑張りましょう。なんかあの他のキャラクターと比べて、このアリーナたちのパーティーはマジでちゃんとレベル上げしないと普通に死んじゃうな。頑張ろう。よし、またある程度レベル上げして戻ってきました。これさ、あのお姫様がさらわれたっておろおろって言ってるだけでさ、あの手がかりみたいなのは何も誰も教えてくれないのかな。まあ多分こっからこう出て行って、出て行った先がこうなっているイコール、まあ多分あそこの下の洞窟に行くしかないんだろうなとは思うけど、行ってみますか。なんかクロスボウの武器をね、もうちょっと買っとけばよかったって若干後悔してます。まあとりあえずはガンガン戦闘をして頑張りましょう。アリーナチームが結構戦闘大変だなって感じてるのは、やっぱパーティーが3人いるからなのかなって思いましたね。3人分レベル上げしなきゃいけないもんね。やれやれ、洞窟に潜るなど何十年ぶりですかな。まったく悪党どもめ、ブツブツ。どうか足元にお気をつけて、転んだ隙を見て魔物たちが襲ってくるかもしれません。優しいね。このクリフトの名前をすぐ忘れちゃうの。クトゥルフみたいに言いそうになる。この洞窟に満ちる聖なる気配、どうやらここはただならぬ場所のようですね。ほう、なんかいろいろあるよ。ミミックとかの可能性もありそうな置き方だけど、さあ頑張っていきましょう。なんだかんだこんなところまでついてくれる化身、家来、王家の人たちすごいよね。なんだ、
命の種じゃなくて素早さの種です。使っていかなきゃね。さあこっちに行って、なんだお金、ありがとうございます。360は大きい。おいしょ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 。うわ吸血コウモリ、なかなか死なんこの吸血コウモリ。これどんな顔してるの、全然可愛くない。頑張れ、よし、長い戦いだった。そうだよね、レベル上がるよ。ありがとうございます。ルーラー覚えた。ブライさんがいろいろ覚えてくれる。あ、でもこっち進むから、ちょっとこっち側もうちょっと見てから行こう。よしよしよし、下降りる。どうなる？この下にお姫様連れてかれてるのかな？てかお姫様っていうのに間違いはないの？感じます。洞窟の聖なる木に混じった邪悪の力を。何に向かってるんだろう？敵が強い。ちゃんと回復しなきゃ。薬草は1個しかないからね。いけるといいけど一発で。ほい。はい。なんだ？黄金の腕輪。あ、それなんかさっき言ってたね。黄金の腕輪が宝物などのこうのって。黄金の腕輪って一体何なのかしら。洞窟の魔物は地上よりも太刀の悪いものが多いのです。十分にご注意召されよ。これは帰るしかないのか。この黄金の腕は持って帰るだけかな。また来ちゃった。登る道しかないな。こっから来たもんね、そもそも。これあと帰るだけかな。洞窟なんて今まで物語の中でしか知らなかったわ。なんだかドキドキする。ふう、やれやれ、この年寄りの身にはいささか大変でしたわい。でしたわいってことは出ていいってことかな。でもあれか、リレミトがないから結局ルーラじゃ多分ここ出れない気がするんだよね。今までのちょっとした経験的に頑張って出るか。この黄金の腕輪は装備品じゃないなら、あの町の人に持って行ってあげればいいのかな。帰ります。さあこの黄金の腕輪を持って、ここの人だっけ、ここの人だったね。黄金の腕輪どうのこうのって言ってたの。これが違ったら別の場所行かなきゃいけない。はい、持ってきて黄金の腕輪。取ってきて黄金の腕輪。あれ、ここに帰ってくるのが正解じゃないってことか。どこで使うんだろう。なんかめぼしい場所あったっけ。この黄金の腕は誰か知ってる人いるかな。拾ってきたのはいいんだけど、ここで使ってみる。使う、何も起こらない。それかもっと進む場所あった、こっち側とか。あ、いや、行ける場所結構あったわ。気づかなかった。あの、祠で使うのかもね。ここってことか。こっち側もなんかある？あれ？こっちもなんかある。これ何？え、これなんだ？アジトか？アリーナは盾札を読んだ。砂漠のバザー開催中。砂漠だろうと町だろうと商売人の考えることはただ一つです。いかにして客から多くの金を絞り取るか。乗せられてはなりませんぞ。来たわ来たわ、ここは砂漠のバザーね。うーわー面白そう。賑やかですね。どこからこれだけの人が砂漠の真ん中に集まったのか。え、これただの、あ、一応町なんだ。この砂漠でバザーを開くのは随分久しぶりです。何しろ世界中を旅してますから。この壺を割っていい？さあさあ、珍しい壺はいかが？見るだけでも見てってちょうだい。破壊していい？怒られるかな？あなたが割った壺の中身はいくらよみたいな。え、大丈夫だわ。全部割ったら怒られるのかな？あ、馬の糞！いらなすぎる。はーい、ありがとうございます。全部いただきました。わ、狂気だ。もう壺はないというのに。
いや、いろいろ買いすぎちゃって重いのなんのって、参った参った。ここは買えるかな。2400円もいつの間にか保ってた。うわ、でも高い。ホーリーランス強っ。で、あっちのさ、あの右側にあった祠で黄金の腕輪を使って、多分姫様がさらわれたところに行くんだよね。そんな気がしている。さっき結構高い買い物したんだよ。あ、でもないね。オッケーオッケー。鱗の盾ぐらいか、欲しいの。噂ではここからずっと東にエンドールへの祠があるそうです。エンドールへの祠、それがアジトなのかな。ここは道具屋です。どんなご用でしょう。はい、だいたい一緒のものがね。これはなんかドラクエ5ともあんまり変わらないから、ちょっとおなじみな感じだ。ここ中入ってみよう。サーカスとかやってるかもしれない。うわー、気持ちよさそう。外国の美味しい料理はいかが。ほっぺが落ちても知らないよ。無反応食べたいとか言わないの。ありがとうございます、素早さです。まだこの形で何の種か認識してないな。旅人っぽい人いる。もしあんたらもエンドールに行ったなら武術大会を見てみるがよい。あれ、じゃあ場所違う。あそこに連れさらわれたと思ったんだけど。武術大会をしている。じゃあお姫様はあそこじゃないのかな。あ、お馬さんいる。ヒヒーンって言うかな。パトロシアだったりして。パトリシア、違いました。完全に寄り道って感じだよね。とりあえず OK だ。このまま突っ込んでいって大丈夫かな。まあ、ぼちぼち HP とかはあるけど。こっちはもう行き止まりかな。え、塔ある。なんか一回行ってみるか。どういう場所かわからん。チラッとな。表から見たところかなり高い塔のようですね。ブルブル。強そうな敵の気配がプンプンするわ。たくさん戦いそうね。このような場所に用はないですぞ。ささ塔を出ましょう。てかこの塔さ、若干見覚えあるな。くそー、扉に鍵がかかってて上には登れねえや。確かエルフが舞い降りるのはこの塔だと聞いてきたのに。ん？エルフを見つけてどうする気だって？そいつは言えねえな。へっへっへ。いけないことするんでしょ。戦闘あるのか。これあれじゃん、なんかボスに出てきたやつじゃない？最初に子供連れ去ってたところだよね。オッケー、倒した。いや強いな。ここ今来ていいとこなのかな。階段があるなら挑まなきゃいけないのかもしんないけど、一周回ってきてここが空いてればいけるけど、相手はいる。ここもいける。反対から出るか。反対から出る。この階段はこれさ、ライアンが来た場所にも似てる。あ、宿なんだ。高いな。え、宿だけってことはやっぱ行く場所じゃないのか。端っこあるから来ては見たけど、それなら出ましょう。はい。なんかドラクエ4のさ、戦闘系の曲って比較的すごい勇ましい。このアリーナのフィールド上の音楽は可愛いけど。強そう。ここの祠に行けば黄金の腕輪を活用できる。あれ、活用とかせずともいけそうな感じだけど。あ、ここはエンドールに通じる旅の祠。しかしくれぐれも姫様たちを通すなとの王様のご命令でございます。あれ、ダメなの。どうやってあの人たち助けられるんだろう。結構結構、サンタハイムの護衛はまこと優秀ですな。何を何を、こっそり通してくれてもいいのに。わからずよ。あれが旅の扉。こうして旅をするまで実物を見たことはありませんでした。なんと神秘的な。ワープ装置のことね。あれ、じゃあここじゃないってこと。黄金の腕輪を何かで使って
砂漠のバザーに黄金の腕輪を使うとか、どうやって姫様助けるんだろう。はい、ちょっとあれから結構さまよったんだけど、どこに行けばいいのか全然わかんなかったんで一旦攻略を見ました。そしたらね、このフレノールっていう町の中の人に黄金の腕輪を渡せばいいんだって。なんかあの墓のところに人がいるみたいな感じで書いてあったんだよね。どの人だ、墓。いやでも人いないんだよね、この人。ここで黄金の腕輪を目の前で使う、黄金の腕輪を使ってみて。いや、ん？なんか誘拐犯がね、このフレノールの村にいるらしいんだよね。あれ？ん？誘拐犯がいる？そもそも。こっちってことかな？ちょっとよく見直したら夜に来いとのことでした。夜に、いや、これまだ夕方だからいない。夕方だからいなそうだね。もうちょっと遅くに行きましょう。夜に来たらいいんだって。ちゃんと夜なりました。こっちにいるか、いる、まあ、いるってことだよね。あれ、でもこの墓にはいないな。この家にいるってこと。なんか話を聞かなきゃいけないのかな。ドラクエ史上ここまで積んだの初めてなぐらい積んでる。あれ、あ、この子供に話しかける。ねえ、さっき犬のコロがこんな手紙を加えてきたんだ。読んでみるね。姫を返してほしくば、明日の夜この村の宝、黄金の腕輪をこの村の墓場まで持ってこい。これを読むってことか。いや、私この子最初に話しかけただけで油断してたな。なんだろうこれ。うん、誰にも言わないよ。黄金の腕輪、そんなもののためにあの子をさらったの。仕方ないわ、何とかして黄金の腕輪を手に入れましょう。もう持ってます。もう持っていろんなところ行ったよ。腹は立ちますが、どうやら言うことを聞いてやるほか方法はありますまい。黄金の腕輪をよこせとは何やら嫌な予感がしますぞ。これでも今多分ダメだから、一回出て、今スンって入ったら間に合う？明日って認識になってますかね？なってるわ。明日じゃないんですけどね、5分後ぐらいに来ました。はい、知ってます。で、これを渡せばいいのね。めっちゃ迷ったぞ。はい。お、静かになった。どうやら約束のものを持ってきたらしいな。早くこっちへよこしな。投げた。確かに受け取ったぜ。じゃあ姫を返してやる。あばよ、あばよ。そういう芸人さんいたよね。助けてくれてありがとう。ああ、もうお姫様なんてゴリゴリだわ。ごめんね、私本当はお姫様じゃないの。知ってます。私の名前はメイ、ただの旅芸人よ。お姫様のふりをしたらみんなよくしてくれるから、つい調子に乗っちゃっただけ。現代社会のSNS でチヤホヤされる女子にありそう。そんな時期、事件。よかったね。さあ、お迎えも来たようだし、あたしそろそろ行くわ。お礼と言ってはなんだけど、この盗賊の鍵をあなたにあげる。そっか、アリーナ姫は自分が姫だってことを隠してるんだね。盗賊の鍵を手に入れた。じゃあね、本物のお姫様、さようなら。気づいてたんかこいつ。気づいてこの態度か。こうして偽物の姫メイたちは町から姿を消した。そして夜が明けた。そうなのか。